お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、皆さん、こちらのジャイスキラデッキね、ご存知でしょうか？こちらね、前シーズン、世界1位フィニッシュね、した方が、まあ、このデッキ、そして、マルチもね、よく使われてる、こちらジャイスパーキーですね。まあ、先ほどのね、デッキとほぼ一緒なんですけど、またね、若干違いますという、こちらのジャイスパーキー。この2つが、合わさったね、このジャイスパスキラというデッキを今日は使っていこうかなと思います。真面目にですね。真面目にこのデッキもいて、このデッキも存在していて、このデッキも存在してます。これは、本当ですね。これマルチで使ってる人もいますし、グランチャル12勝とかでも、まあ、ちらほら、してる人がね、たまにいますと。というわけで今日はね、このジャイスパスキラというね、デッキを使っていきましょうというわけなんですけど、まあ、ミニペが解雇されちゃいましたね。はい。ミニペ、かわいそうなことにね、解雇されちゃったんですけども。まあ、スパーキーとスケラーがいるので、まあ、ジャイスパっていう攻めも可能です。そして、ジャイスケラっていう攻めもね、可能です。で、さらに、こう、後半になってくると、ジャイスパスケラっていうね、攻めもね、可能になってくると。いったところで、まあ、いろんなね、攻めのパターンがありますね、というのが強みです。さあ、というわけで、やっていくんですけども、まあ、なんか基本的にね、もう待ちたいですね。スパーキーから入って、で、まあ、あと、ジャイつけて、後半だったらね、それにスケラが打てるんですけど、まあ、前半なので、こう、攻めきれない部分は、まあ、しょうがないかな、というところで、さあ、やっていくんですけど、いや、これ、ババコアにね、スパーキー合わせれたら理想だったんですけど、まあ、しょうがないですね、これは。まあ、ここも、形ができたので、スケラ打っちゃって、あとはもう、運任せと言いますか、デリバリー落ちたら、コウモリ追加したいと思いました。これ、デリバリー落ちたばっかなので、結構きついんじゃないでしょうか。まあ、スケドラクとか、まあ、スケドラ系がいるのかなと思いつつも、今のワンチャン神ザップ打ってたら入ってたんですかね。ワンチャン、まあ。そういうわけで、相手は流行りのね、ババコアスケラですね、と言ったところで、さあ、暇なので、ザップでも打って、カード回ししたいと思います。で、ダメージ受けてる側に、まあ、スパーキン展開したら、逆サイにババコアですね。はい、はい、はい、というところで、いやー、ジャイでババ持っていきまーす。で、スケドラには、まあ、最悪ね、ヤナームザップでも対応できるんで、まあ、悩みますが、ちょっと遅めに。で、また、同じですね。デリバリー降ってきたら、コウモリ追加。あー、スパーキンめっちゃ優秀。え、待って、タワーに入ってる。優秀すぎん？今のスパーキー。さあ、そしたら、スパーキーを相手頑張って止めようとしたら、今みたいな感じでね、スケラが止まらないよというわけでさ、1本折れましたね。いやー、美味しいですね。というわけで、なんかね、いや、本当に。で、今の、まあ、前半だとなかなかね、攻めきれないことがあるんですけど、後半に入ると、エリクサ2倍タイムですね。エリクサ2倍タイムに入ると、より、こう、形を作れて、追加コウモリであったりだとか、まあ、なんか、その間に逆サイド攻められても、スケルトン部隊がね、結局強いんですよね。そう、相手が読みウッドしてくるなと思ったら、逆にコウモリで守ればいいし、まあ、ザップだったら、ドンマイなんですけどね。まあ、マスケプラスの、矢の飴だったりとか、まあ、マスケプラスのザップだったりで、まあ、耐えるっていうのも、一つありかなというわけで、こう、ジャイスパスキラさえ組んじゃえば終わりですね。まあ、前半に、組むことが結構コスト的に、ね、問題があるのが多いですけど、まあ、それは、前半は我慢ですね。はい。前半は多分、ジャイスパスケラを打てるのがめったにないです。さっきは結構ね、打てたんですけど、今回もこう、スケラ打つコストがないので、まあ、言っちゃえば前半は、こう、ジャイスパコウモリとか、ジャイスパなんかの攻めで耐えるみたいな感じなんですけど、ちょっと言っても良さそうな香りがありますね。これ、ワンチャン受けがなかったら、あー、めっちゃいいや、これ。いやでもこの後の受けがなかったら入る。マジ、打て、来て、3体とも、ナイス。そして、よいしょと。いいですね。いやー、スパーキーで、3体ぶち抜いた時ほど気持ちよいことないですね。感じた、なんか。すごいね。さあ、相手、ロイフグですね。ロイフグ。これ、ザップ打った方がいいですね。てか、柳雨でいいや。ヤナアメとかザップってなんか結構防衛力高いですからね。こんな感じで余裕で守れちゃいますよと。でもさ、こっからはですね、本当にスパーキー出して、なんか同サイド、イモれば勝ちですけど、まあ形組みつつね、やっていきたいですね。相手30子なので、
ちょっと厄介ですけども、言うてなんか、30石からしたらスパーキーもスケラもちょっと厄介なので、なんか課題組んじゃえばみたいなところありますね。いやー、一目三死ですね、これ。これがマジで辛い。これがマジで辛いんですけど、まあ僕も、こう、攻めて、攻めをやめないことが大事ですね。からの、アイゴレで蓋で、もう一体相手ユニットが足りるかどうかなんですけど、これがさっきから足りないんですよね、相手は。よいしょー、さあ、いやー、でかい。そして、相手はヒースピ30白いフグ。ダクプリ型はあんま見ないですけど、ファイボーとかあるかなっていう感じで、スケルトン部隊が多分きついと思いますね。タルババだったので、スケボー突破できないんですよ、相手。一応、ロイフグ警戒でマスケ出して、OK。これで、あ、そうですね。やっぱスケルトン部隊を突破するのに、ファイボー打たないと突破できないので、こう一回守りつつ、スター、スパーキー展開。いや、もうこれ勝ちですね。多分。ワンチャン、30種残ってワンパンされるのが怖いですけど、なんか、ヤナアメ、ザップ、ヤナアメとかで突破したい気持ちもありますが、ちょっと怖いですね。相手の、ヒースピがちょっと怖いですね。オッケーオッケー。そこ突破したら、あともなんか、気合でね、気合のヤナアメ、ザップ系とスケラのスケルトンで、マスケを処理。いや、でかいですね。ね、逆サイが来ますね。一応、スパーキー早めに展開したら、オッケーオッケーオッケー。で、たまに1体ぐらい残すんですよ、こいつ。1体ぐらい残すんですよ、こうやって。コムリで回収してあげて、そして、スパーキーも優秀と。で、タルババサイトので、真ん中ね、J プラススケルトン部隊。いや、これがね、結局強いんですよね。J プラスのスケルトン部隊というか、スパーキーとスケラって、言っちゃえば、ウッドとかザップとかを使うじゃないですか。まあ、そしたら、スケルトン部隊とコウモリが、こう、まあ、攻めでも防衛でも大活躍するよというような、なんかね、スパーキーとスケラって絶対無理じゃんというか、え、ありえなくねみたいな感じのデッキなんですけども、結構なんか万能と言いますか。まあ、デッキの完成度が結局高いんですよね。本当に、ミニペが1体スパーキーになってるだけ。まあ、言っちゃえば、そうですね。本当にミニペがスケラになってるだけとかなので、まあ、そんな元々のデッキがね、変わってるわけではないので、デッキの完成度としては高いです。で、こことか もうスパーキーでね、許容して、で、スケルトン部隊ですね。で、多分相手もまた同じ、ウッドがあるっすね、今度は。今度はウッドがある、型ですというわけで、ちょっとね、ダメージ受けちゃったんですけど、まあ、形作ること大事にね、やっていきます。で、アイゴレが多分あると思うんで、アイゴレ消えたらコウモリで追加したい気がします。これ、ザップ、打てばワンチャン。オッケー、いや、神座、来た。今のザップ打ってなかったら、ハンターにぶち抜かれて終わってましたね。いや、耐えろ。ああ、さすがにそこまでは耐えれない。さあ、ウッド型のロイフグ3子ですね。多いですね。ロイフグ3子。いや、マジで強いですけども、さあ、ロイフグ来たらスパーキーで、来なければマスケ。来た。これ一応なんかスケルトン部隊出しとこうかな。なんとなくスケルトン部隊。いらなかったかな。まあ、そんぐらいね。そんぐらい許そう。いやー、でも両サイクルのちょっと痛いですね、ダメージ。で、アイゴレからの、スパーキーの横にアイゴレで、逆横に、まあなんかハンターみたいなことがよくあるんですよね。ちょっと、なんかこの間に攻めちゃったら、相手としてもむずいですね。このスケラも受けないといけないし、このスパーキーも相手は受けないといけないんでね。いや、いい言うのですね。いい言うの。さあ、ジャイが入る。スケラは入ってないけど、ジャイとスパーキーがいい感じにね、入るよと。さあさあさあ。いや、どれか絶対入るんですね、どれか。で、いやー、これロイフグ来たら捨てっすねーって感じなんですけども。まあ、859。あ、これ攻め打っとくるか。やめてー。あ、でもスケラに、そう、ウッドを使ったんですよ。なので、このスケルトン部隊が暴走する。いや、耐える。いや、耐えたらめっちゃでけえ。これ耐えたのやばいっすね。めっちゃでかいっすね。これなんなら矢の雨ザップ矢の雨で、ちょっと回しちゃいます。ヒースピで回復されそうな気もするんですけど、で、左側、じゃあ右側139はもう捨てます。一回捨てて、低めマスケで回収して、オッケー、あれ穴埋めで回収できますね。多分ヒースピに来るんで、もうちょっと待ってから、オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ。これを回収したら、もうこっちのもんですよね。これはもうスケラープラスジャイしたら終わりですからね。で、相手がワンチャンしてくるとしたら、この辺に端前30石とかなんですけど、まあ、スケルトン部隊も構えてあげれば、OK? スパーキーも、スケラも、ジェイも、何もかも止まりませんと。いうわけで、いやー、強くね?これ、なんか真面目に、結構強い気がしますね。なんか、まあ、弱点が、
ないこともないと思うんですけど、もちろん、まあ、なんですけど、万能、意外と万能ですね。さあ、というわけでよろしく、レナさんですね。スパーキー欲しいですね。前半はあんま攻めないというか攻めれないですけど、まあ、軽いジャイプラスの攻めがね、まあ、できたらいいかなと思います。タルババ、まあ、バルーン、ゴレ、スケラ、まあ、何でもありそうですね。ザップでカード回ししつつ、コウモリがちょっとね殴ります。どうしようかな、悩みますね。ジャイはあんま展開したくないですね。ケツジャイはなんか怖いですね。ババコラとか来ると、まあ、スケルトン部隊が安牌ですけど、ワンチャンタルババサイトなんで、ハシマイスケブとかもあり、ケツスケブもあり、ケツマスケもありという感じですね。いやー、どうしようかな、迷うっすね。スケルトン部隊セパっちゃおう。で、相手が出してきたサイドのどっちかに、とかユニットに、ね、合わせてスパーキー出したいですね。いや、やべえ、何も出してこないな。タルババっしょ、ゴレはあるかもなんですけど、ラバーはなさそうっすよね、っていう、勝手な個人的な意見ですね。まあ、とりあえずマスケ出していきまーす。ナイトたる、遅延スケラか、ババカワスケラですね。まあ、どっちかはわかんないですけど、とりあえずスパーキー出していきます。で、これまあわかんないんですけど、まあ、スケラですね。で、まあ、あのベビが若干厄介でっていうか、まあ、いや、めっちゃいいスケラですね、それは。このね、スパーキーがいる時のこのスケラはね、うまいですね。さあ、一旦耐えます。一旦耐えて、トルネ使って、ベビー延命されたのが厄介ですけど、まあまあまあ、まあ。一旦ね、前半、多分もう一枚いるんじゃないか。タルババか。いらないか。いやー、結構うまいですね、今のは。今の攻めトルネされると、ちょっと嫌ですが、まあまあまあ、耐えていきたいですね。で、マスキーまた裂いちゃったのが、こう、サイクルがね、あんまよろしくないんですけども、端前またジャイコウモリで蓋しての繰り返しかな。よいしょ。で、これ攻めスキラまでやっちゃって、コウモリ追加して、オッケー。スキラは入ってない。で、ボーボーしたので、この僕のマスケが輝くと。で、本当はこれにジャイとかを組み合わせられると、まあ、最高なんですけど、僕の手札的に一回無理なので、一回待ちます。ワンチャンザップとかスケアミ逆サイ流してから回すっていう手もありましたね。ああ、打てよ今の。さあ、これスケルトン部隊で守って、ポイズンちょっと使ってくんねえかな。いやー、ちゃんとトルネで対応ですね。さあさあさあ、で、ここボーポイかな。で、ボーポイ使ってくれると僕としてはスケラが刺さるので、ちょっとポイズン打たせたい形を作りつつ、いやー、ちゃんと、いや、いい防衛されますね、これ多分。これ気持ちザップって、なんかね、ザップ、なんかスパーキーの周りにとりあえず打っとくといいことがあります。てか、なんか、よく刺さります。で、ここはコウモリで横から殴って、これスケラ打ったら、また棒っぽいかな。で、上をタルババとないとか。いや、防衛うまいっすね。結構うまいっすね。なんか余裕で止まっちゃう。さあ、いや、怖えな。で、あとは最後攻め、トルネと攻めポイズンが来るとちょっと怖いよっていう感じかな。ワンチャン攻めトルネ。はい。来た。いや、このコウモリやったか。うわ、このコウモリやった。待って、うわー、耐える？耐えるが、これ棒ポイされて終わるかな。攻めポイ？いやー、これはね、うまいですね。さすがに。いや、ワンチャン？ワンチャン。ワンチャン最後のコウモリが2体ぐらい残ってたら変わんねえかな。まあまあ、そういったわけでね、ちょっと最後負けちゃいましたが、まあ、意外と結構万能のデッキなので、ぜひぜひね、皆さんこのジャイスパスケラね、まあ、このジャイスパでもね、このジャイスケラもあるんで、ぜひね使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント欄もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。